こんにちは、鷹の目工作室です。今度こそバルブの調整を行っていきます。この時点ではバルブチェストを仮止めしてある状態なので、オーリングとスライドバルブをこれから組み入れていきます。まずはバルブステムをシールするオーリングを取り付けていきます。オーリングはバルブチェストのくぼみに入り、バルブチェストブッシングで押さえられています。バルブステムブッシングを固定しているホロポイントスクリューを緩めてブッシングを引き抜いています。オーリングのはまるバルブチェストのくぼみにオイルを塗っておきます。オーリングをバルブチェストにはめていきます。バルブチェストの穴はやや細く深さもあるので、オーリングが曲がらずにそこに定着するように注意をします。この段階ではバルブステムのネジ部分に油がつかないよう、オーリングの穴の中にはオイルを塗らずにブッシングをはめています。バルブステムの方にオイルを塗ることで、オーリングにもオイルが行き届きます。バルブチェストは狭いので、その中でバルブナットをはめるのには苦労しています。さらにバルブをはめるのはまるでパズルです。まだバルブの正しい位置も決まっていないにもかかわらず、いきなりロックタイトの青を塗っています。これは硬化時間を見越しての処置のつもりなんですが、バルブナットは運転時の振動などで回ることはありませんが、バルブチェストを分解した時にはうっかりと触って位置がずれるリスクがあります。そのリスクを軽減するためロックタイトを使っています。ただしバルブとバルブナットが接着されては困るので、はび出したロックタイトは硬化前に取り除いておく必要があります。ひとまずバルブとバルブナットが噛み合いました。しかしまだバルブの位置はずれていて、
ポートが見えています。バルブを簡単にバルブナットと噛み合わせる方法が分かりました。バルブチェストを持ち上げておいて、少し高い位置でバルブを噛み合わせておいて、バルブを支えながらバルブチェストをシリンダーの上に乗せます。平岡さんの本に示されているバルブの位置はバルブチェストの上から見ていると分かりにくい判断基準です。私はバルブをピンセットで少しずらすとポートが見えるというのが判断基準で、バルブナットを調整しました。反対側に対しても同様にバルブの位置の調整を行いました。余分な未硬化のロックタイトの除去にはスプレー式のデグリーサーを使いました。続いてフルギアの位置を確認するため、ピストンが中間の位置になるようにします。ピストンが中間の位置にあるとき、リターンクランクピンは動輪と同じ高さになるので、エキセントリックドロットの長さを確認するときに使用した高視点確認ジグを再利用します。ピストンが正しい位置にあるとき、ジグの穴とリターンクランクピンは同心になります。リバースレバーを操作して全身フルギアの位置にします。バルブが後退してスチームポートの縁がわずかに見えるところをフルギアとしました。ラッチレバーの位置をスタンド上に描きます。後進フルギアについても同様に描きを行っていきます。リバースレバーを取り外して、糸のことヤスリで溝を削っていきます。時々ラッチレバーのはまり具合を確かめていきます。この他にも後進フルギア、前進後進中間のノッチ合計で4つを削りました。
バルブチェストを仮止めしていたネジを外して、バルブチェストカバーを取り付けます。シリンダーカバーを取り付けるには前端針が邪魔だったので、一度取り外してからシリンダーカバーを取り付けました。これで逆転機の作業の方は終了です。いよいよエアテストなんですが、その前にシリンダーコックに代わるネジプラグが必要なので、そちらを作っていきたいと思います。ネジプラグといってもエアテストのためだけに作るのは無駄なので、辞書で作成するシリンダーコックのボディ部分を使います。素材の輪生銅丸棒の先端を平らに削り、往復台の原点とします。まずはねじ込みの部分です。素材の直径5ミリから4ミリにまで削ります。この時点ではネジの長さの指定の寸法よりもやや短くしておきます。これはネジの根元をシリンダーに密着させるためで、段差の部分が平坦でかつ逃げ込み溝を削る必要があるからです。逃げ込み溝の位置がネジの長さの指定の場所になるようにし、溝の深さはクロススライドのメモリで決めました。コック内部の通路の穴を開けておきます。この穴には深さの指定があるので、ごく浅くセンタードリルでくぼみを作ったら、 1.2 ミリのドリルの先端がわずかに触れたところでテールストックのクイルのメモリをゼロに合わせます。切り子が詰まらないように途中何度も切り子を払います。ドリルが細く感触がつかみにくいので慎重に切り込んでいきます。削り終わりはクイルのメモリで確認をしています。続いてはダイスによるネジ切りです。私は旋盤用のダイスホルダーを持っていないので、一般的なダイスハンドルをテールストックでまっすぐになるようにバックアップする方法でネジを切っています。ダイスホルダーのハンドルを刃物台に引っ掛けておいて、チャックを手で回すと同時にダイスのホルダーがドリルチャックから離れないようにクイルを優しく進めていきます。シリンダーコック先端の加工もここで行っておきます。先端部分は 3.4 ミリまで削ります。段差の部分には特に指定はありませんが、外形図では傾斜になっていたのでそれに従いました。所定の長さで突っ切ります。切られた面にはへそが残るので削って平らにします。シリンダーコックは小さくてつまみにくかったので、先にドリルチャックに加えさせておいて
旋盤のチャックにバトンタッチしました。出来上がったシリンダーコックをシリンダーに取り付けて今回の作業を終わりとします。次回はエアテストをお届けする予定です。お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。